性教育チャンネルへようこそ。今回はですね、はい、温泉の日本史ということでですね、見ていこうと思います。温泉ですね、はい、今ではですね、身近にスパとかですね、もしくはサウナというものに行っちゃってね、だから温泉地域も行かない方多いですけどね、まあ、銭湯なんかもそうですよね。でもですね、まあ、あえて、身近な温泉まで行くということでですね、忙しい状況から離れてリラックスするというね、そういう効果もあってですね、古くからね、人々はですね、行ってたわけです。はい、まあいろんなですね、歴史的な事項も絡んできますのでですね、今後入試問題なんかも周辺知識出てくるので、一応ぜひ見てほしいと思います。では行きましょう。まずですね、はい、文献発印に出てくるのがですね、道後温泉です。四国のですね、これがですね、古事記なんかに出てくるんです。さて、では早速ちょっと道後温泉ですね、現在やってるところを見ましょう。はい、さて、その他ですね、初の温泉業校としてですね、出てくるのがですね、はい、この除名天皇の時代にですね、有馬温泉に631年に行ったという記録がですね、日本史記に出てきています。はい、まあこの辺りね、古い温泉としてですね、有名な場所ですね。その他ですね、古い温泉としては室温泉というところがありましてですね、あのですね、有馬の皇子、高徳天皇の息子さんですねが、当時の天皇ですね、にあたる斉明天皇にですね、温泉地に行くことを勧めたと。そういう最中ですね、留守の間に例の蘇我の赤江という人によって謀反を勧められてしまってですね、最終的に有馬の皇子はですね、処刑されるという話がありますよね。はい、だから温泉とそういうふうな政局も絡んでるんです。温泉という言葉が初めて出てくるのはですね、出雲の風土記らしいです。さて、万葉集に読まれた歌の中にも温泉というね、言葉書きとかに出てきます。さて、平安時代になりますと、例えば竹取物語の中にですね、温泉に浸かるというね、記事があったりとかですね、さらには源氏物語の中にもですね、出てくるようになります。なお、温泉に行くことを湯治と現在が言いますね。湯治という言葉自体は、はい、初出としてはですね、藤原行成さん、この人はいわゆる三石という書道の名人の一人の書いた権記というものですね、この中に出てきてます。はい、で、温泉って言ったら皆さんどこを思い出しますか？代表的なところで熱海ってありますね。熱海という言葉はもともとはね、なかったらしいんですね。で、熱海という字もね、現在ではこの字を当てますが、もともとはこの安い、多い、美しいで、熱海と当てたらしくて、鎌倉時代あたりのですね、記録に徐々に出ています。はい。温泉はですね、やはり傷を癒す。ということでですね、戦いなんかでもやはりね、兵隊が傷を癒したりして重要じゃないですか。それで例えばね、戦いの最中ですね、兵をそこに行って療養させたわけですよ。ところが一般の人が温泉を使っていると使えませんよね。ですので、武田信玄はですね、草津湯治の一時停止令なんかを出しているんですね。戦国時代です。同様にですね、関東の北条氏。北条氏もですね、箱根温泉をね、私的に使うことを禁制してるんです。北条氏がですね、許可を出さないと使っちゃいけないと。それで独占的に使っていったらしいんですね。ちなみに箱根といったらですね、あの葬儀さんですね、葬儀さんは箱根の温泉のあたりまで来てですね、お亡くなりになっています。ですのでですね、箱根の近くのですね、お墓があります。はい、
江戸時代になりますとですね、将軍や大名などが近場の熱海登場をするようになってですね、熱海が温泉地域として非常にブームになってくるんですね。効能がですね、注目されるようになったのは、まあ今でもですね、リウマチとかですね、もしくはまあ、打ち身とか、例えば皮膚病に効くとか、風邪にいいとかいいじゃないですか。はい、そういうものをですね、ちゃんと医学的に検証していったのが、この貝原越見さんですね。まあいろいろ言われてて、この人はまあね、本草学という学問の学者ですよね。で、この人がですね、まあ入浴の仕方なんかを指南していきます。でですね、蘭学が入ってくると科学的な分析なんかを行ってですね、あのシーボルトさんもですね、いくつもの温泉を海外に紹介しています。なお、幕末になるとですね、例えばね、日本にやってきた使者、講師ですね、イギリスの講師のオールコックさんですね、箱根の温泉なんかに行ってたらしいんですけども、かわいそうなことにそのオールコックさんのね、飼っていた犬ですね、がですね、熱いお湯にね、まあ、当たってしまったらしいんです。で、亡くなってしまったらしいんですね。かわいそうですよね。ですので、そこにちゃんとね、日が立ってるんですよ。その他ですね、ロッシュさん。あの方もですね、まあ、非常に腰痛持ちだったらしく、フランスの講師ですね。頻繁にですね、温泉に行ったという話があります。はい。明治になりますと、ベルスです。ベルスの日記で有名なベルスさんですね。はい。ドイツ人の内科の医者です。彼がですね、温泉療養地を巨大なものを作ってですね、行こうという計画を立てるんです。で、初めは箱根に作るはずだったんですけども、流れました。で、後に草津、さらには伊香保なんかもリストアップされるんですが、最終的にはこれは現実になっていません。ちなみにこのベルスのですね、今言った温泉地療養計画については、以前ニュースで出たことがあります。はい。でですね、まあ戦争なんかだんだん起きるね、近現代になってきますと、特にですね、兵士の療養のためにね、軍が優先的に抑えたりすることもありました。はい。で、太平洋戦争が始まりますとね、学童集団疎開という子供たちが都会から離れて、どこか生活しなくちゃいけないということで、そういうところで多くの温泉地域がリストアップされて受け入れていったというんですね。はい。さあ、高度経済成長の頃になりますとですね、みんなでですね、はい、団体旅行、慰安旅行としてですね、行くわけです。まあ、代表的な場所が伊東です。はい。での、鳩屋で有名なところですね。その他、熱海、箱根ですね。はい。その他ですね、はい。日光の鬼怒川ですよね。はい。まあ、このあたりが一気にね、この団体旅行ですね。そして、慰安旅行で、でかくなっていくんです。ところがですね、だんだんとですね、その高度経済成長が終わり、さらにはバブルがやってきて、バブルが終わった頃から旅行の仕方が変わります。温泉志向が変化していったんですね。それまではみんなで行ってですね、でかい宴会場でわー酒飲んだりですね、コンパニオン呼んだりとかですね、ショータイムがあったりとか、もしくはまあですね、まあ、麻雀をしたりとか、そういう感じだったのがですね、家族で行き、そこに行く途中の自然環境ですね、すごくいい。そして温泉自体のその情緒ですね、露天風呂がどうであるとかね、温泉そのものですね、白濁した温泉がいいとか、そういうものに変わってくるわけですよ。そこでですね、従来の、まあまだ箱根は上位ではありますが、特に伊東とか、熱海とかですね、特にひどいのが鬼怒川温泉ですね、もうかなり急落していくわけです。もう現在なんかもうあれですね、本当に、一部もう全然もう閉鎖してしまうようなホテルも立ち並ぶような状況になってしまったわけです。さあ、で、変わってですね、今、あれですね、行ってみたい温泉、私がではないですよ、現実のアンケートによるとですね、ベスト6位、1位が下呂温泉なんです。2位が登別です。3位が別府温泉。そして4位、草津はまだ検討してますね。そして白骨です。そして湯布院ですね。このように従来の、はい、
熱海、伊東、鬼怒川、箱根、そういうものからだいぶ趣向が変わってきたんだなってことが読み取れますよね。はい。私もですね、まあ定期的にですね、スパ行ってるんですけどね、皆さんもですね、やはりこうね、温泉に行くことによってね、少し気持ちが和らぐ、そしてですね、また切り替えてですね、リフレッシュして仕事に臨むとかですね、学業に臨む、こういうのも重要だろうと思いますね。はい。団体で行ってわーではなくてですね、まあ自分のために行くというですね、まあある意味時間と空間とを買うというつもりでしょうかね。はい。では今日はですね、癒しの授業、温泉の日本史を見てきました。まあね、結局いろんな歴史用語も絡んできますのでですね、こういうところ理論文作られて問題なくも作られるのでですね、よくここら辺も見てもらえたらと思います。はい、ではまたお会いしましょう。チャンネル登録よろしく。